はいどうもおはようございます。即価地区の久保です。12月29日朝6時11分の相場解説になります。まず1時間から見ていただくんですけども、この1時間をなぜ見ていただくかというと、前回の動画の振り返りがあるからです。ポイントは2点です。今ね、レンジ内オプションにいますよ。価格はもう半年前に引いたこの113110、134544です。この2つのプライスポイントで挟む、今黒で囲ったレンジ内オプションにいるわけですよね。 で、こちらとこちらで上に来れなかったところをここでブレイクしたんでエントリーをするとね横断するようにここからここまで今回は取れている頭も尻尾ももらいましたって形になりますけどもなかなかそううまくいかないじゃないですかだからそういう方のためにレンジジャーオプションの次の使い方ひげ先ですよねここから見るとここでひげ先を出していますけどもこのひげ先をネックラインにして次のブレイクポイントを探したらっていうのでまんまとうまくいってここまで取れたわけなんですよ で、ここで取り付かれた方、まあ、場合によっては、ここまでで含み益を一瞬抱えたと思いますけども、結局は天井まで行きましたね。ということなんで、えー、多くの方はここで離脱を決めて、離核。そうじゃない方も、結局はここまで戻ったわけですから、えー、取れたんじゃないかなってことで、ポイントの一つ目は、レンジ内オプションの中でのブレイクアウトが使えたかどうかってこと。二つ目はですね、これを全部取っ払います。シンプルに、ほら、 上昇トレンドを捕まえたかどうかってことですよ。これ上昇トレンドでしょこれ。だこれっていうのは、ここで分かんなくちゃいけませんよ。上昇トレンドだなと。だからレンジアンプションでもあり、上昇トレンドでもあるから、ここがおしめになってるわけですよね。もちろん、このブレークポイントで取るっていう方法もありますが、レンジアンプションを重ね合わせた時に、もうすでにエントリーするのにはリスクが高まっているから考えもんだよってこと。 当然、理屈としては、髭先で取ることもできますけども、レンジ内オプションを意識するんだったら怖くてできませんよね。はい、じゃあこの二つをご案内して、前回の動画の回収ができたところで、今日の相場を見ていきます。まず、デイリーからです。はい、デイリーは正三角形ができた後、またですね、こちらの三本の線に対応したフェーズが出来上がっています。一旦下の方に突き抜けたわけなんですけども、 戻しが今頃でできてですね今こちらのレンジアンオプションを横断したところでございますじゃあ今後どうなるかってことなんですけども134の554の水準を跳ね返るのかそれとも上に突き抜けるのかってことが今日を注目するとこですねで4時間を見ていると上昇トレンドなんですよやっぱりこういうふうにねだからドーンと落ちた分この材料の反値戻しはもう成功したよねってことですよね だから材料の後ってこのように半分戻るエネルギーっていうのがやっぱり残るわけなんですよ、つまり売られすぎなわけですからこれは強制的に決済されてるわけですからその分だけがまた買い戻されてこういうふうになるわけですよ、このメカニズムもあのテクニカルの理論で教えてるっていうかね学ぶことはないんですけどもまあ理解しておかないといけないでですよね、材料の後の半値戻しっていうのはもうこれはね迷信のようだったんだけどもうんまあ私は、もう迷信とはねまだね謙虚に。 言いつけときたいんですけどもでもさすがにこの現象を見ると図らずもうロスカットを食らったその勢力が再起をかけてこちらの方に資金を投じできてるんではなかろうかと思いますただこれはねあのはっきりは分かりませんけどねはいじゃあ1時間見ていきましょう上場トレンドがどのようになったでしょうか今後の動きですはいまあおおむねレンジオプションは横断しましたですんでこれからは今日の争点ですよ跳ね返って下に行くのか だからレンジ内オプションを続けるのかそれともレンジ内オプションっていうのはあのたったの1回こきここからここまで斜めに横切っただけで次のフェーズに入るのかを今日は見ていきましょうってことになります。 はい。じゃあ本日は以上です。お疲れ様でございました。あ、ちなみに FX のこの、作家時期限定の動画をご覧の皆様で、あの、FX オリガルヒにね、入りたいという方は、あの、メールの方いただければ、あと1名だけ、あの、参加を考慮しますんで、よろしくお願いします。えー、今年も残りわずかですけどもね、私の解説がここまで聞ける方でしたら、FX オリガルヒの力も必ず身につくと思います。それでは、お疲れ様です。